はい。それでは11月7日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。小さな目標を立てようということですね。この1ヶ月間で何をすべきかという中期的な目標もいいんですけれども、これができない方ってやっぱり意外と多いんですよね。そういった方っていうのは1週間の目標、これを立てましょう。で、もし1週間の目標も立てられないという方は、今日1日の目標でいいので立てましょう。 小さな目標を立ててそれを達成していく。明日も同じようにその日の目標を達成していく。それを1週間続ければ1週間の目標を達成したのと同じですよね。さらにそれを4週間続ければ1ヶ月の目標を達成したのと同じです。なので、まずは小さい目標を立ててそれを達成していく。これがすごく重要になります。今日1日が勝負です。今日も1日頑張っていきましょう。 それでは問い1ですね。代理の問題です。A から委任を受けた代理人 B が適法に副代理人 C を選任したとき、代理権は B から C に移り、B は代理行為を行えなくなる、丸かツかということですね。考えたい方は一旦動画をストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご覧ください。でこの問題文の状況としては、 A から委任を受けた代理人 B なんで、A から B にこれ代理権が授与されますよね。与えられますよね。そうすると B は代理人だと。で、B が副代理人 C を選任したと。まあ、そういう状況ですね。で、副代理人を選任した場合、代理権どうなるかっていうと、B の代理権で消えないんですね。つまり、B と C が代理権を持つ状態になります。 したがって、この代理権は B から C に移り、B は代理行為を行えなくなる。これは誤りなんですね。B も代理権持ちますし、C も代理権を持つ。従って、答えはツということになります。ここにも書いてある通り、代理人が副代理人を選任しても、元々の代理人、これは B さんですね、の代理権は消滅しません。つまり、代理人 B も副代理人 C も代理権を有します。有するっていうのは代理権を持つってことですね。 で、副代理は意外と覚えていない方多いんですけれども、まあ、出題者としても、えー、受験生の盲点である副代理、え、これは出題したくなる部分なんですね。なんでしっかり覚えてください。で、問い2です。手付金等の保全措置ですね。宅建業者である売り主は、宅建業者でない買い主との間で建物の売買契約を締結した。当該建物が建築工事の完了後で、 売買代金が2200万円であった場合、売り主は当該建物を引き渡す前に、飼い主から保全措置を工事内で手付金100万円を受領することができる、○か×かということですね。これも考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。 でまず確認すべきところはここですね。売り主は宅建業者で、買い主は宅建業者じゃないという部分ですね。なので、ハッシュ制限が適用されます。で、え建物が建築工事の完了後って書いてあったので、これは完成物件ですね。完成物件。ということは、代金の10%を超える手付金等を受領する場合に、保全措置が必要だということになります。じゃあ、代金の10%っていくらなのと。 いうことですよねえ今回の問題では代金2200万円なので10%は220万円ですしたがって手付金今回100万円を受領する場合って書いてあるので100万円っていうのはえこれ超えてないですよね220万円超えてないので保全措置は不要ですしたがって問題文の保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができるというのは正しいですよね まあ、従って今回の問題は丸になると。丸ですね。ということです。まあ、これは基本的な問題なんで絶対解けるようにしておきましょう。で、問い3ですね。国土利用計画法です。え、事後届けに係る土地の利用目的について、都道府県知事がえ、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、 届出ををしたたがそそのの助言に従わなかかかっとは、旨を公表される、かかいう問題ですね。まあ、これどういうことかというと、届け出したんですよね、とりあえず。国土利用計画法に基づいて、事後届け出をしたと。そしたら、知事がアドバイスをしてきたと。まあ、これ、助言ってアドバイスっていうイメージです。アドバイスをしてきたけれども、届け出をした人がそのアドバイスを無視したってことなんですね。 その場合、公表される、丸か×かという問題です。で、これは×ですね。助言、アドバイスに従わなかったとしても、公表はされません。まあ、これはね、もう覚えるしかないので、覚えてください。で、助言より、ちょっと厳しい行政指導ってあるんですね。これが勧告です。勧告。助言より、もうちょっと厳しめな、まあ、注意っていう感じですかね。それは勧告です。 この韓国に従わなかった場合っていうのは公表される可能性ありますので、まあ、この点ね対比して頭に入れていただければと思います今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたできればグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたしますグッドボタンがたくさんあったりまたチャンネル登録者数増えますと私も励みになりますので是非よろしくお願いいたします今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした